皆さん、明けましておめでとうございます。田崎です。えー、今日はですね、ビットコインが暴落してますので、えー、この後でどうなるのかっていうのを皆さんに教えていきたいなと思います。で、まずね、あの、皆さん、あの前から言ってるんですけども、まだ僕の公式 LINE 登録してない方は是非、ぜ、え、ひ、ー、登録しておいてください、えー。最近もね、すごい登録者の方が増えていて、まあ、特にあと、えー、公式 LINE もですけども、Twitter でもね、えー、かなりの頻度で、今日も、えー、結構10投稿以上ですかね、えー、BTC とかにまつわる話とか話、 え、アルトコインもですね、リップルとか、特にリップルの話をした時の、えー、登録者というかですね、あの、フォロワーの数がね、すごい増えて、50人ぐらい増えたかな。えー、なんで、もしよかったらね、YouTube だけじゃなくて、えー、Twitter とか公式 LINE の方も登録してください。で、それでは早速ね、BTC の値動きを、えー、これからどうなっていくのかって話したいと思います。結論を言うと、僕はまだまだ上に上がっていくと思ってます。まずですね、今回の暴落の原因とかに関しては、あの、 僕は別にどうでもいい、いつも言ってるんですけどね、これがファンダとか、どんな理由でね、大口の出勤とかね、利格とかね、そういうのはどうでもいいんですよ、はっきり言って。まあ、僕らが儲かるかって、皆さんがね、儲かるかっていうところに一切関係ないんで、でここで言うと、やっぱり、あのまあ、皆さんも、まあ、想像してると思うんですけど、ここの、えー、もう完全にもうバインクライマックスの形状で、もうそこ急落してたといった感じだと思います。ただし、あのまだまだこれはあの、なんていうのかな、 大きな足では、ここからね、一気に上がっていく可能性があると思ってて、っていうのも、この下落したんだけども、もう一気にもう3万100ドルぐらいですか、今、ビットメックス価格で戻してるんですよ。っていうのは、これはかなり強いです。どっちかっていうと、もう、もはやもう上に行くんじゃないかなっていう風に思ってます。あの、ここで言うと、もう半分まで行ってないですけども38、38%戻しっていうのは、フィボラインね。 こういうのは、まあ、まだこの後ね、50%まで戻して下に行く可能性あるんですけども、まあ言っても一旦こんだけ急落して、ヒゲここまで上がって、落ちていくっていうふうになっても、おそらくね、急落とか、もしくは2、3日とか1週間以内落ちたとしても2万5千が限度かなっていうふうに思ってます。これは僕の経験上ですね、特に BTC に関して言うと。ね、あの、ツイッターにも書いたんですけど、あの、これからはですね、本当に、 あのなんか僕想定してたのは、例えばビットコインがね、今年、えー、500万とか1000万ぐらいはまあ、えー、想定したんですけども、これもしかして、1ビットコイン2000万とか3000万いくんじゃないかなっていうふうにも思ってます。それは、なんていうのかな、自分の想定が、あのなんていうの、100%じゃないわけですね、常に皆さんもそうだと思いますけど、予想は100%当たらないと考えたときに、やっぱりこの3万ドルとかっていうのが、これ1000万になるんだったら、 あの、3倍ですよね。だけど2000万になるってなると、まあ、2100万になればちょっと3万ドルだなんで、えー、7倍なんですよね。2200、えー、万とかなれば。今300万だとして。それぐらいの、えー、値幅取れるっていうか、えー、倍率ですね。だからただ今100万円投資したら7倍なんで700万になるってことです。1000万だったら7000万。1億だったら7億円になると。 ということで、とんでもない利益になってくるわけですよ。しかもそれが割とその、株式投資とかだと、天馬川っていうですね、10倍株とかを取るっていうのは、まあ、1年で行けば行く可能性もあるんですけど、大体まあやっぱり2、3年とかですね、早くて。えー、で、遅くて5年、10年かかるのが普通なんですよ、株とかだと。だけどこのね、ビットコインとかっていうのは、今年ね、仮に行かなかったとしても、まあ2、3年後とか4、5年後。 今5年10年になった時どうなってるか本当わかんないんですけどあの何て言うのかなそれわかんないっていうのは仮想通貨の知識がないからわかんないんじゃなくていや想像できないですね誰もねあの例えば10年前にえね2010年に僕はあの何て言うのかなスマホとかネット社会がこんなにえ使われるとかまあ当たり前になるっていうふうに思ってませんでしたしね10年前だとギリえ20歳なんでスマホがでね結構 あの、二十歳ぐらいだと、まあ、使ってる人多かったと思うんですけど、20代、30代だとね。だけど、18歳の時とかは、本当 iPhone が出た瞬間とかなんで、もうスマホ持ってる人の方が珍しいし、どっちかというと、ガラケーの方が、なんかサクサク、ね、ネットも動くしっていうような状態だったんですよ。で、10年前、ちょうど2010年ぐらいは、えスマホがね、やっとこう、まあ、スマホとガラケー比べたら、やっぱね、あのスマホの方が使いやすいっていうか、結構みんなもうガラケーからスマホに乗り換える。 っていう感じ。で、もう2015年、5年前になると、もうスマホがね、もう全員持ってるのは、ほとんどがスマホと。で、ガラケーなんていうのは本当にね、ガラパゴスっていうか、古いよねっていう感じだったんですね。で、それからすると、やっぱり今から10年後っていうのは、もう本当にもうどうなってるかわかんないということを考えると、で、これね、あの仮想通貨どうなってるのかっていうと、僕はやっぱ上がってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、プラス、なんか仮想通貨が、やっぱりみんなね、やっぱ通貨として使われるっていうふうに思ってると思うんですけど、 ま、そうじゃない分野とかでも使れ始めるというふうに思ってます。例えば、えー、ログインとか、えー、なんかアカウントの紐付けとかですね、スマートコントラクトの機能とか、ちょっとね、僕も一回スマートコントラクト使ってみたんですけど、なんかね、なんかログインとか、えー、するとかね、なんかこれやってくださいみたいな、イーサー関係かなんかで、そういった時になんかすごいなって思ったような感じでした。なんか便利っていうか早かったような気がします。で、それが今後どうなっていくのかはわかんないんですけど、どれほどね、使いやすくなっていくのかっていうのはわかんないんですけど、 ま、いずれにせよ浸透していって、このビットコインとか含め、えー、アルトコインのいずれかがもう爆上げしていくっていうかね、何十倍何百倍になっていく銘柄が出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、その時にやっぱりチャンスをつかむっていうことを考えると、やっぱりね、これね、上げを取れないっていうかね、要は今、これね、ちょっとビットコイン見ると、あの、週足の方がいいかな。こういうに上がってますけど、これ上がりすぎって思うんですよね、普通は。だけど、こっからもしね、 1>, え1ビットコインが、えー、700万とか、えー、要は7万ドルとか800万まで跳ねるとしたらどうですか、これで。リップルとかで言っても、最初ね、あの去年、去年というか、えー、2017年とかは本当に30円未満だったんですよ。39万高い方だったところから、12月入った途端です、ね、一気に400円までぶっ飛んだっていう歴史があるんですよね。 リップルはまあ確かに、ね、ちょっと行き過ぎかもしれないけどイーサリアムで言ってもこんな風に爆上げしてますしで今回も上がってるということを考えるとどっちかっていうとこの今がかなり安値でちょっと未来にはもうとんでもない価格になってんじゃないかなと1ビットコイン1億円とかはちょっとオーバーかもしれませんけどもしかすると10年後とかに1ビットコインが1億円とかねなんか1ビットコインが8000万円とかっていうのが なんかあり得るかもしれないと思って。で、逆にそれを考えると、今っていうのを、安値すぎて、これ取れなかったら、要はね、1ビットコインが1万円っていう時代もあったわけですよ。で、その頃からしたら、もう今、1ビットコインが300万なんで、1万円から300万なんで、300倍になってるわけですよね。だから1万円持った人は300万円手にして、その時100万円、ね、例えば1ビットコインが1万円の時代に、1万円だけ投資するっていう人よりも、まあ10万とか100万ぐらい投資するっていう人が多かったと思うんですよ。 もし100万円投資してたら300倍なんで、えー、3億円ですよね。まあそこまでまあ多くないっちゃ多くないかもしれませんけど、まあ普通、一般的な常識から考えれば、ね、あの、平均年収とか障害賃金から考えれば3億円ってとんでもない金額ですよ。100万円から投資してね。誰でもお金もしなるチャンスはあったわけですね。情報とかその時投資するっていう度胸とかセンスがあれば。なので、それを考えるとちょっと今年ね、ちょっと僕責めないわけにはいかないと思ってて、 あのまあ、ちょっとね、イーサは買わないです,ですけど、やっぱ r i p p は結構、もう1000万以上かな、買ってますし、あのー、で、これが1000万が、例えば10倍になれば1億円とかね、まあ、割と悪くないかなと思ってますし、でイーサは、ま、割と大量に持ってるんで、ビットコインと同じぐらいね、ちょっと放置したいなと。で、ビットコインに関しては、ちょっとね、これもう本当に500万とか、ちょっともうこの下半期行く前に、えー、2021年の上半期、6月とかね、 ちょっとどれくらいの期間かわかんないんですけども今こんだけ下落してきてるんでちょっと今月、えー、1月中とかはちょっと調整で下落しちゃうかもしれないんですけどそれでまあ2あ5000から2万ぐらいまで下がってドルですね2万5000ドルとか2万ドルぐらいまで下がった時はえおそらくここからこんな感じでねちょっと上がっていく可能性もあるって話ですよただこうなられると逆にも入れないんで こっから現物買うっていうのはきついんですよ。だからやっぱり僕はここら辺で買っていくしかないなと。だからこう上がらないかもしれないし、こういってなんかレンジみたいな形成して少し下がってきて、こういう風に上がっていくかもしれないですよ。そうなるとここはもう2022年9月とかなんで、こういう風にならないと思うんですね。どっちかっていうと2021年の末、えー、はここなんで終わりがね。どっちかっていうとこんな感じでもう一気に上がっていっちゃうんじゃないかなと。 で、これ、いう風になるってことを想定して、僕は2万ドルからに、えー、2万5千ドル。えーまあ、今3万ドルなんで、やっぱ2万5千ドルまで下がったら、USDT をちょっと、あのね、僕所々、ところどころ、BTC を USDT に変えてリグってたんですよね。2万2千とか。で、今回も3万ドル超えたねで、リグってね、紙に書いて置いといたんですけど、これもっとぶっ飛ばないと思って、ちょっと、 え3万超えたときね、ちょっと自分の決めたルールじゃないですけど、紙に書いたあの3万、4万、5万ってね、1万ドルずつ上がるごとにリグっていくっていう風に決めたんですけど、分割でね。ちょっとルール通りじゃなかったんですけど、まあいいやと。次に下がったときは買うぞという風に思ってます。まあ3万5000でね、昨日とかもちょっと BTC リグをかなっていうふうに思ったんですけど、 あの、ま、あもう少し様子見てと思ったら、今日ね、ちょっと妻と筋トレしてる最中に、ウェイト,トレーニングしてたらね、あれみたいな感じで、<laughs> 帰ってきたらね、暴落してて。で、でもね、ツイッターにも書いたんですけど、一回ちょっと消しますね。あの、ここの、えー、上げは取れたんで、10万幅ぐらい取れましたね、ちょうど。この形がね、皆さんも覚えてほしいんですけど、この暴落していって、 下落トレンドですね。綺麗に。まあまあ1分足なんで、小さいんで、まあすぐこう、こうね、トレンドラインが綺麗には引けないんですけど、大体まあトレンドラインなんですよ。で、だんだんきつくなって、ここじゃないんですね。ラスト一発、この、ズコーンってね、この落ちた時。ここは、買いなんですね。あのー、僕は、ここら辺でもう、えー、っと、ここ落ちたあたりで、この辺から僕、ロングで入ってました。で、この辺で、えー、っと、 ちょっとビットメックスじゃなくてバイビット使ってるんですけど、えなのでビットメックスちょっと行き過ぎてるんですけど、バイビットだと28000ちょっととか27900ぐらい止まったんですね、髭が。えなんでちょっと行き過ぎてるんですけど、ビットメックスは。で、損り量大体27900のこの辺ですね。この辺のラインにしちょっとこれ、トレンドラインになっちゃった。これにしよう。えーっとね。 この辺にしてて。で、ここら辺をもう、えー、2万、あ、そうそう、この辺だ、えー。この辺から入ったんですよ。2万9000円くらいから入って、ここ100ドル刻みでずっと買い差し値、買い差し値、買い差し値って感じで、こんな感じ入れてって、で、2万8500円くらいまでですね、買い差し値がこう、ずっとずっと入って、で、こう上がってったと。で、ここで、一旦半分利食いました。 で、残りここでリグった後に、えー、この下の、ここら辺まで買い差しに入れたんですけど、この辺はもう全部消しました。削除して、で、エントリー価格がこの辺でした。えー、平均ね、エントリー価格が。で、えー、もうこの辺まで来たんで、一旦半分リグって、ここのヒゲを確認して、上がっていったのを確認して、この段階で今度は、損りラインを、えー、28500が平均だったんで、えー、28500が平均だったんで、 600か700ぐらいですね。ちょうどだからこの辺で。これでもうマイナスは絶対ないっていう状態にして、放置して、ラストここですね。ここでリグいました。えー、これで半分と、えー、ここで半分ということで、6万5千幅と14万5千幅ぐらいで、平均だいたいまあこの辺なんで、えー、10万幅ぐらいリグえたって感じです。暴落は取れなかったんですけど、上から暴落してたら、3万5千からね、ショートしてたら、えー、2万この、 8000ぐらいでしょね、ショートできたら、まあ70万幅ぐらいできたんですけど、それはさすがに無理ですね、どう考えてもね、きつい。あのー、うん、確かに3万5000って節目なんで、ショートしようかなっていうふうにも思ったんですけど、ちょっと根拠がね、薄すぎて、僕3万ドルの時もショートしてて、あの、3万はまあ節目だからね、やっとこうと思ったんですけど、結局上行ってね、その後ロングして回収したからよかったんですけど、 そのちょっとね、若干損切りの苦い経験があるんで、今回は素直にね、ちょっと押した後拾っていこうよ、ということで考えてロングしました。ただね、この後また上行くかもしれないですね。で、これ上行っちゃうと、もうね、一旦消しますけど、もうこれ上行っちゃうともう、えー、なんていうのかな。だいぶ戻してきてるんで、もうこれはね、もうここら辺の動き見てから、えー、エントリーしていきたいなって感じです。 一応上からのこうトレンドラインと、ん、どうですかね。まあ下からこんな感じでトレンドラインでまあ三角持ち合いになりやすいです。もしくはディセンディングトライアングルみたいな感じですね。こういった感じ。あ、もうちょい上ですね。こういった感じで戻して、こういった風になりやすいです。本当に。ディセトラ。あの、高根県でなったりとか結構あるんで、こことかもディセンディングトライアングルですね。 こういった感じ。で、僕はここでロングしたって前も配信しましたけど。で、ここで入って、ここら辺で20万幅を取れたといった感じですね。で、ここもロングして、ここでちょうどリーグって27万幅ですね。やばいっすよ結構ね。27万、27万幅。ただ、ここでショートしたんで、えー、5万幅ぐらいかな、損切いったんで。で、まあ、プラスですよね、どう考えても。っていう感じです。まあ、そういった感じで、しっかりとね、あのー、相場見てエントリーしていけば、絶対プラスになるんで。 でちょっと一回消しますけど。で、今後の展開としては、あのー、まあ、トレンドライン引くと、ここはちょうどね、拾われるっていうのが分かりやすくて。っていうのと、あと上からですね。ここら辺。まあ、でもね、こんなきつくなんないですよね。だいたい4時間足でだいたいこんな感じっていう枠を、もう最初から僕想定しちゃいますで。ここからはどうなるのかなっていうところが、えー、僕の読みですね。だいたいこれもうこういう感じでもうなるって決まってるんですよ。だいたいもう。もう。 何年もやってますけど、3年ぐらいやってますけど、ずっと見てるんで、こんだけモニター並べてね。で、どんなやつでもなるんですけど、BTC は特になりやすい。で、特に上昇トレンド中は、もうこれでもかっていうぐらい上がるんで、今回やっぱり3万5千から2万8千まで、70万ぐらい調整したんで、これでかいんですよ。だいぶ調整したんで、で、だいぶ調整したのにも関かかわらず、もう半分ぐらい上がってるでしょ戻してるでしょこれ強いんですよ、圧倒的に。で、あとはもうここら辺で意味不明な動きするんで、 どっちかっていうとここら辺でトレードすると消耗するんで、まあ、全部ね、うまくね、あの、広あの、え、プラスで終われればいいと思うんですけど、おそらくね、勝率も値幅もうまく取れないと思います。ここ、意味不明な動きするんで。なんで、高値をここを超えていくのか、もしくはここでなんかチャートパターン形成するまでは、え、トレードは光るのがいいんじゃないかなというふうに思います。え、ということで今回ね、暴落しましたけど、僕はまだまだ上目線で、どっちかっていうと、えー、最初に言いましたけども、この、 1BTC、えー、が、えー、1000万円以上までぶっ飛んでいくじゃないかなっていうふうに。で、それを取れなかった時最悪なんで、やっぱり、えー、あまり深くこれね、調整し,ちゃいして一気に戻しちゃいましたけど、ちょっとまあ、もしね、この後こういった感じで、えー、2月入る前ぐらいとか2月中とかに2万5000まで落ちてくるとか2万ドルまで下がってくれるんであれば拾っていきたいなと。まあ、段階的に、ね、2万5000で買って、2万ドルで買ってみたいな。もしくは十万幅刻み、10万円幅刻みで買っていくのか。 えそれは現物ですね。BTC の現物として買っていくっていうことです。ふうにしたいなというふうに思ってます。まあ現状は一旦戻しちゃってますけど、とりあえずはまだ強い、激強なんで、どっちかっていうと、えー、BTCFX の方はロング目線っていうかね。まあこの辺はね、ちょっとね、あのー、まだ1月始まったばっかなんで、ちょっと10日ぐらい、1月10日ぐらいの,この三角持ち合いとか作るのかとか抜けるまではちょっと待ってもいいと思う。本当に初心者とかね、あのー、トレードで稼ぎたいと思ってるのは、ちょっと待った方がいいです。普通はここはね、 きついんで、超上級者っていうか、スキャルピングとかやってる人じゃないと、やっぱきついです。うん。僕も慣れてたけど、慣れてるから暴落で入りましたけど、セリクラみたいなね、俺は終わりだろうみたいな感じで入りましたけど、もっと下に落ちる可能性もあったわけなんで、そこは僕も仮説とかね、なんとなくとか雰囲気で入ってるんで、で雰囲気っていうのは大事なんですよ。すごいね。それ経験なんで。ね。なので皆さんそういうのも感覚っていうか嗅覚もね、養って、 えー、トレードしてもらえればなと思います。えー、それでは今回の動画になります。えー、今回の動画良かったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あと僕のね、公式 LINE、公式メールマガ、その他 SNS もやってますので、ぜひ登録やフォローお願いします。それでは本日の動画になります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。